大崩れ海岸周辺の地形図大崩れ海岸は、駿河湾沿いの静岡市駿河区石部から、八重津市浜東目にかけて続く旧街の海岸。延長は約4キロメートル。地名は、崩落が多いことに由来する。八重津川から見た大崩れ海岸市境付近の、長望静岡側に位置する石部海状況。 海岸沿いに並ぶコンクリートの柱は、旧道の石部道門静岡平野と志田平野の間に位置する。一帯は、高草山山海の標高100から300メートルの断崖が駿河湾に面している。竜詰総群の玄武岩や粗面岩から構成され、海底火山由来の枕状構造が見られる。平坦面はごく一部で、波打ち材は通行できない。 有層な海岸線と駿河湾越しに富士山や伊豆半島が見える景勝地として知られ付近にはホテルや未完園が点在する明治の頃までは八重洲川で海側に張り出している国像山より北側は海岸に道路があり往来していたというが会食が激しく昭和以降は完全に海岸の通行は不可能である東海道鉄道は 道路の東海道と同様に、宇都宮屋を通る湾などもあったが、大崩れ海岸沿いにほぼ水平に、東京側へ、石部トンネル、神戸側に磯浜トンネルを掘り、途中は、崖際の築地堤上を通した。1887年のトンネル建設工事は、難航し、落盤事故で12名の犠牲者が出ている。道路は外貨を避け、市境付近で峠となる中原を上り下りするルートを、 取った。県道、後に、国道150号の一部となる。しかし、旧街のため落石や崖崩れが頻発し、防災工事が繰り返された。東海道本線は、弾丸列車計画の一環として先行して、着工した日本坂トンネルを開通させて、戦後は、東海道新幹線の工事が始まるまで、そちらを通していた。この期間、鉄道トンネルは、 道路として使用されていた。新幹線の決定後は、石部トンネルと磯浜トンネルを内部で直結する大規模なトンネル改良工事を行った。それが現石部トンネルである。1971年7月5日、国道150号の第5道門場で土砂崩壊が起こって乗用車1台が下敷きとなった。これを契機に静岡側の部分は外貨を避け、 海上橋の迂回路が設けられた。以後も、竹の小岩トンネルの開通など改良は続いているが、5キロメートルほどの、この区間のどこかで、たびたび通行止めとなっている。1978年開通の静岡バイパスの、日本坂トンネルにより、東海岸を通らずに静岡と焼津を交通することが、可能となった。現在では、そちらが、国道150号の本線とされ、 950号は、静岡県道416号静岡八重洲線となった。2013年10月中旬に発生した路面沈下により、土15日から工述する浜東目トンネル開通まで、八重洲川からの侵入を塞ぐ形で無期限の全面通行止めとなっていた。崩落区間を含む、東目トンネル、八重津側から竹の小岩トンネル、八重津側の区間は、 新たなトンネルが2016年6月16日に貫通、2017年3月13日に開通し、放落区間を含む旧道は廃道となった。ありがとうございます。